尾根緑道桜並木尾根緑道は、東京都町田市内にある全長およそ 8km の緑道である。毎年桜の開花時期には、町田桜まつりが開催される。この緑道は、多摩丘陵と相模原台地の際の尾根伝いに東西に伸びており、現在では、開花期が少しずつ異なる18種類の桜が植えられ桜の名所となっているほか、秋には紅葉が楽しめる。様々な樹木も道沿いに植えられており、四季を通じた周辺住民の憩いの場となっている。緑道は多摩丘陵南西縁の尾根上にあるため、南方には相模平野や丹沢山塊、富士山が一望できる。もともとは大日本帝国陸軍が計画した戦車類運行試験場と呼ばれる道路計画に基づき1943年に築造された未舗装の戦車用テストコースの一部であり、以前は戦車道路と呼ばれていた。本来は総延長約 30km の道路計画だったが、開通したのは約 8km の一部区間のみであり、残りの大部分の区間は工事未着手のまま終戦となった。戦時中は施工道路と呼ばれ、陸軍は現在の相模原市内にあった相模陸軍造兵廠で生産された戦車を 1.2km ほど離れたこの道に持ち込み、走行試験や陸軍士官学校生の操縦訓練が行われていた。起点は八王子市と町田市の市境付近であるが、それとわかる目印は残されていない。戦後は防衛庁が再整備をして、車両試験道路として管理し、1965年頃まで、装甲車などの走行試験に使っていた。その後、町田市が国から借り受けて緑道として整備し、名称を改めて開放した。整備は町田リサイクル文化センターがあるところを東端の入り口とし、西に向かって進められ、1984年に最初の約 1.5km 区間が供用された。現在尾根緑道として整備。開放されている区間は、桜美林大学の北方、町田市下山田町の尾根緑道入口停留場付近から、町田市小山が丘の都立小山代理公園内にかけてである。小山長池トンネル小山代理トンネル尾根緑道下には6つのトンネルが貫通している。対馬下トンネルでは、数年前まで車が放置されることで問題になっていたが、現在では、防犯カメラの設置により解決された。ありがとうございます。